月が見つかる OTB 始まりました。沖縄マイライフ始まりました。始まりました。はい、この番組は深夜にエッチをコンセプトに、ゲストの皆様の人生をお聞きしていく番組になっています。はい、今日もなんかね、私の大好物な、はい、美味しそうなゲストが来てるんですよ。ちょっとね、楽しみですね。怖い、もう紹介する前からちょっと胸がドキドキしてるんだけど、ちょっと走りすぎ落ち着いて。本日も、ね、素敵なゲストの方にお越しいただいてるんですけど、来ましたよ。いいから振りが早かったから。はい、さーい、待ちきれない。怖いよ、ね、いいから。怖い。ガレッツの川田さんです。はい、お願いします。なんかドキドキしますね。まあ、それはね、美女二人が並んでそこじゃないわけ。そこじゃないわけ、ドキドキするのは。違う意味、なんかこう、探り探りやってる感じがドキドキする。人の数だけ人生マイライフがある。この番組は深夜にエッチをコンセプトに、ゲストの皆様のマイライフを深掘りする。本日のゲストは初舞台だよ。俺らは正統派コントだけど、みんなもうカルト芸人ばっかりで、よく見たら割った岡田さん。その日一番受けたのが割った岡田だったんだ。最高。同じクラスだったのが相方だったんですよ。だから相方と一緒に方言禁止しよう。沖縄マイライフ、良い子は見ちゃダメ。ナイトトーク始まります。はい、では再開します。3、2。いやおかしいよ。何にも会話してないのに急に。つながりが必要かな。おかしいよ、そのつながりは。うん、違うんですよ、はいはい、ずっとここにある写真がずっと気になってて、これね、何かなと思って。はい、これはあの渋谷公園通り劇場って言って、はい、僕らガレッジセールがデビューした劇場なんですよ。これじゃあ何年前ってことになります？もう27、8年前かな。両サイドにいる司会が 130R さん、香港さんと板尾さん、香港さん板尾さんで、この後ろにいるのがほら俺らガレッジセール。本当だ、いる。上京してまだ 2,3 年だから、もうまだ田舎も丸だし。本当、うん、当時あので、劇場のボランティアスタッフだったんです僕ら。もう出る演者じゃなくて、スタッフとして。最初はボランティアスタッフとして勉強して、そこで合間にあの先輩方の芸を見て、ココリコさんとかロンブーさん出番ですよって言ったりとか、劇場のもぎりとか、すげえ、そういうのをやってた時っていうか、それ終わってやっと舞台に出れるようになって、舞台のレギュラーをもらった時の写真ですね、これね。これまさにじゃあ初舞台のね。そうそうそう。で、今俺もうミーカー見て思い出したんだけど、その初舞台の時に森マンさんいるでしょ。はい、森マンさん。でもよく言われるのよ。言われるでしょ。なんかもう似てるね、キャラクターが。で、その森マンさんの森尾さんが舞台でやったのが、ブルマで出て、モーリモーリマンマンマンってやって、で、ブルマ下ろして、ナプキンを剥がして、客席に投げたの。もう頭おかしいでしょ。すごい。俺のいる世界じゃないと思ったのよ、もう。これ初舞台です。初舞台だよ。俺らは正統派コントだけど、みんなもうカルト芸人ばっかりで。大丈夫かこれっていう場所がこの渋谷公園通り劇場。こちら絶対忘れきれませんね。忘れきれない。あと川さん、もう酒がもうないとこれ話進めきれないから、ね、乾杯しましょう。しましょう、ね、はい、カッチン。あ、美味しい。美味しい。あ、これは泡盛のスパークリング。泡盛のスパークリング。ファッションのなんか味が、香りがね、いいですね。飲みやすい。では早速、川田さんの人生をちょっとお聞きしていきたいんですけれども、なんかね、いつも僕聞く側なんで、なんか照れくさいんですよ。そうか、そうですよね。こっちに立つのはなんか沖縄では初めてかもしれない。嬉しい。そうなんかもしれないよ。じゃあちょっと先輩のね、胸を借りる形でありますけれども、ちょっと聞かせてよ。何をよ、川田さんの人生を。なんだばや、情緒不安定か。
なんだこれ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず子どもの頃からのお話にちょっと遡らせてもらいたいんですけども、はい、どんなお子さんだったんですか。これね、僕もあんま記憶はないんですけど、親に言われるのが本当にスーパーマンのマントつけて、あの俺団地に住んでたんだけど、団地のゴミ箱に頭から突っ込んでたんです。スーパーマンのマントつけて、マントつけて、うん、ゴミ箱に突っ込んで頭から血流して救急車で運ばれたりとか。バカじゃない。だからデージバカだったわけ。でもなんだろう、イメージつく。あ、イメージつく。ちょっと失礼だよ、子供の時だったけど。いいんだよ。川田さんのご家族もこういうちょっと明るかったりやんちゃだったり。そうね、やっぱりお母がやっぱり天然なところがあって。あ、天然なの、お母様。天然、そうそう。で、初めての単独ライブを、奈良市民会館かな、うん、でやったわけさ。でその時やっぱお客様も満員で、そうだよね、そうわーってオープニングから盛り上がって、うん、で終わったらバーってコントやってる時に、うん、客席からバッて一人立ち上がって、こうステージに向かってくる人がいる。怖い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 。怖いさんって終わったもん。あ、なんか怖い、変なお客さんやつさってよく見たら、終わったお母だわけさ。何本番中に何言ってたら、ヒロキカステラ食べなさい。ネタ中だよ。でもう最初お客さんもざわざわしたけど、終わったおかって分かった瞬間ドカーンって受けて、その日一番受けたのが終わったおか。すごいね。で終わってからさ、楽屋でおかに叱ったわけ。え、なんでさ本番中しかもネタ中に舞台に上がってくるわけって言ったら、ヒロキお母さんはさ普通に上がってないよ、舞台に上がるときにこんなんしたさ。いやいや、こんなんしたら上がっていいんじゃないよって。どこにいるわけっつって、駅さ、まあ、あの駅よっつって。何を思ったのか、ずっと上ばっかり見てる。なんね、上ね、なんね。川田さんもなんか天然なイメージあるけど、あるけどね、それお母さんがもっともっとすごかったってこと。多分 DNA だはず。そういうのあるはず。東京行った時も、俺が一人暮らししてる時に、あんたもう心配だからお母さん東京行くよっつって、まず電話かかってきて、あんた大丈夫ね川ちゃんって。あんたも川ちゃんだろと思いながら、あんたも川ちゃんだよと思いながら、ヒロキって言えっつって思って、でまあ上京する時もデイジ迷ってからさ、お母さんどこにいるかわからんから迎えに来てっつ、どこにいるわけっつって、駅さって、まあ、あの駅よっつって、そういうのから始まって、で仕事行く時に鍵渡すさ、で鍵はポストに入れといてっつって、で俺なんか4階だったんだけど、そこから出て行って仕事行こうかなと思ったら、4階のベランダからヒロキっつって、ヒロキ鍵はポストだねって言うから、おかしいって、意味ないやし、大きい声で言わんけって、こうやったら何を思ったのか、ずっと上ばっかり見てるわけ。なんね、上ね、なんねって、違うしって、何よって。いや、おもろ。そんなおか、4階から、そんなおか、すごくない。いや、最高だね。でもしょっぱなからちょっともうしんどい、も笑いすぎて。え、川田さん、ちなみになんですが、はい、相方のゴリさんとの出会いっていつ頃なんでしょうか。うん、出会いは、はい、僕が、松代中学校のところにいたんですよ。中2の時に松代中に転校したわけさ。で、その時に同じクラスだったのが相方だったわけ。あと中2で出会ってるってことですか。どんな印象だったんですか、ゴリさん。もうベタなヤンキーで。ヤンキーなんだ。そうそう。で、よく顔ボコボコにして喧嘩したわけ。もうベタなヤンキーで、最初国はあんま友達ならんやつだと思ったけど、うん、なんか知らんけどやっぱ笑い、お互い笑いが好きで、うん、相方と俺ともう一人マッカチっていう友達がいて、この3人でよく面白いことっていうか、やってた。中学校卒業して高校は別々だったんだけど。高校別々なの。そうだったんだけど、お互いやっぱり免許取れるさね、高校になると。バイクの免許すぐ取って、俺はモトクロス、相方もモトクロス乗って、それでウィリーするのがデージ流行ってたわけよ。うん、それになんか命かけてた。ちょっと待って、川田さん、なんかさ、ほらゴリさんめっちゃ運動神経いいイメージあるけど、川田さんも運動神経はいいんですか。どんなか、いやでもウィリー、いや失敗して後頭部チャウチンしたよ、バンバンバンって。それでもやっぱそれがかっこいいと思ってるから。怖っ。当時そう、モトクロスでバーってやったり、今度モトクロスで慣れてきたら、うん、マガーバイク 400cc とかで、FZ とかでバーってやったりとか、6目のタクとかね、マガーで流行ったもんね。そうそうそう。で、上手い人はさ、後ろに人乗せてこうやって手を作るって。それに憧れたけど、それはできんかった。だって2人乗りでさ、重さもあるしさ、そうそうそう、それで上に出てって言ったら、ね、
川さん、じゃあできなかった夢をここで今やろう、二人で。どういうことよ、どういうことよ、どういうこと。できなかったやつよ。ミが後ろにいるからさ。後ろにいる、うん。いや、後ろにいて、わーわーウイリーするってこと、うん、じゃあ行くよ、はい、いや、重い、重いや、いや、重い、いや、体重重い、体重、ルーで支えれ、ルーで支えれ、そう、バー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 で当時ヒープーさんとかも出てたんだけど、そうそう、でその番組に違う相方と一緒に応募して決勝まで行ってテレビ出れたわけよ。その時に、まあ、笑いの楽しさっていうのを感じて、あ、笑いなんかやっぱりいいな、人前で演じるのいいな、うんうん、でそっから、うん、なんでゴレさんとってなるんですか。これが、ね、そっから高校も卒業するでしょ。で、相方は、大学行くって東京行ったわけよ。あ、ゴリさんは大学で東京行ってんだ。そうそうそう。で、俺沖縄にいて、レンタカー屋でバイトしてって、うん、で相方は役者を目指すって映画学校の演技コースみたいなとこ行って、すげえ映画を撮ったりしてたのよ。だ今でも撮ってる。今でもそうですよ ね、 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 やってるもんね。で、そうそう、相方はもう役者を本気で目指してたんだけど、うん、ある日突然お笑いに目覚めて、うん、要はほらお笑いってコントもできるけど役者もできるでしょ、うんうんうん、だからお笑いやろうってことで俺に連絡があって、そこでゴリさんからの、お笑いやろうぜっていうか、はって、いや役者目指してるんじゃないばあつら、うんうん、お笑いやつさ今からはみたいになって、上京してこいっつって、うん、OK 分かったっつって、じゃあ、まあ、半年後ぐらいに行くよっつって、おー2ヶ月3ヶ月以内に来いってなって、でもうバイト必死にして60万貯めて上京したわけよ。その上京するとき、みんな全然いいよ言っておいでみたいな。ミカも大反対だったからさ、ミカはお母さん、そう、俺もお母が大反対だったわけよ。母ちゃんが、うん、頼むからネクタイするような仕事してほしい。あ、天然の可愛い母ちゃんが、お母が、あの公務員になってほしいみたいなずっと言ってて、その時は、うん、もう俺が、うん、ごめんねって言ってこれやるんかい、ごめんね、DNA、お母がの DNA、うん、俺決めたから、俺の人生自分で決めるって東京モンには絶対負けんって、鉄あれターチ持ってきたからティーチ扱えなっていらんほらシーン、すごい空調の音も聞こえたから。カタさん、上京して実際どうですか、どうでしたか。最初に60万食べて上京するさ、で相方が迎えに来てくれたんだけど、で俺当時もうまたフラーだから、このボストンバッグにさ8キロの鉄あれ2個と8キロの鉄アレ2個と、いやバカでしょ、ゴールデンブルワーカーってこうやってやるのがあったわけさ当時。それを入れて東京門には、東京門には絶対負けんっつって、それが負けない証だったの。証が鉄アレとブルワーカーだったの。それすごいんだけど、そう持っていった時に年子相方が、何、いや何入ってるの、死に重いやしっつって、あ、鉄アレターチ持ってきたからティーチ扱えなっつって、いらんフラーここでカウフラーとか言いながら。そうだよね、普通そう思うけど、でもその時川田さんはその重さと同じぐらいのプレッシャーと、あの希望を抱えてきたってことね。すごいわ、マキランドっていう思いがあって、ね、で実際どうでした、舐められました、やっぱり舐められたよ、もう、うん、舐められたし、やっぱり言葉がこんなんだから、俺なんかはそんなに沖縄であの喋ってるの普通だけど、内地行ったらこんなに違うんだっていうのも言って知ったし、でやっぱりお笑いだからやっぱりね、お客さんに伝えなきゃいけないでしょ、うんうん、だから相方と一緒に方言禁止しようって、おー、そういう時期やったんですか。あったわけよ、で方言使ったら罰金100円なっつって、へー、そう、じゃあ今日からは標準語なっつって全部語尾にジャンつけた俺行くじゃんっつって、そう、ご飯、うん、ご飯食べるじゃんっつってさっき食べなじゃんみたいなでそのやっぱり沖縄の方言っていうのがね、やっぱりずっと封印してたわけさ、うん、封印してたけど、あの東京でお笑いやって少しずつ知名度も上がっていって、うんうんうん、でライブをちゃんとガレツセルだけで30分時間作ってくれるから、うん、自分たちのやりたいことをやっていいよって劇場の支配人に言われて、その時に「わったうちなんちやし」っつって、うん、方言今まで封印してたけど「とこうぜ」っつって、最高、沖縄のコントを5分ぐらいの「琉球の風」っていうのを作ったわけよ、うん、でライブでやったわけさ、はい、ダダズベリ誰も笑わない、
シーン、すごい空調の音も聞こえたからね。あれお客さんいるのにあれダメダメってあのお客の方言は絶対やっちゃいかんと思ってまた封印してそう活動していったって感じで、でも、もうミグチのイメージでは、うん、もう沖縄の方言とか訛りをちゃんとみんなにあの伝えてくれたもうレジェンドであるから、それができたのは、うん、あのチュラさんとかが放送してからちょっと沖縄ブームになったさ、安室ちゃんとかもドーンって行ったりとかで、それまでなんか沖縄ってちょっとだよ、引け目を感じた自分もいたわけさ、沖縄っていうのを前面に言えない自分もいた、だけどチュラさんとか安室ちゃんとかのおかげで、あ、沖縄ってかっこいいじゃんって世間がちょっと変わってきて、自信持って言えるようになったわけよ。いやだってもう方言を使いながら芸をされてるイメージがやっぱ強かったので、いやいや最初はもう全然だったよ。ファイナル審査みんなでめっちゃやったもん ねあれね、だからあれもなんで最初はあの沖縄出身ってことでやっぱり沖縄ブームになったからなんかコントやろうよってなって作家さんといろいろ話してて、シーサーとかなんかやっただけでウケるわけさあ、今までウケなかったのになんでこんな気持ちいい反応いいわとか、空調の音しか聞こえなかった、あの時を比べたら、そうそう、あの時に比べたら全然世間が変わってるさってなって、そう嬉しかったよデイジー。なんか改めて聞くからさ、いや俺もだからこうやって話すの沖縄で多分あんまないし、東京でも昔はそういうトーク番組で苦労話とかしたけど、そういうの久々に話すからなんか興奮してるやつさちむどんどんしてるやつさ、いっぱい聞かせてほしい。ちょっとじゃあ胸触ってみよう。ドクンドクンドクン、こっち乳首かな、乳首ピーン、何だよこれ乳首ピーンじゃないよ、ついでについでについでに続いてはこちらのコーナー、ヨメディに聞かせて始まりました。はい、ちなみに川田さん、ヨメディ、いや、ヨメニーは知ってますよね。ヨメニーは知ってますよ。ヨメディは知らないでしょ。ヨメディは初めて、どんなコーナーなのかちょっと楽しみですね。はい、はい、それではこちらをご覧ください、どうぞ。まあまあ、口説きたいですか。当たり前じゃないですか。毎日一緒にいたい、毎日一緒にいたい聞こえました、遠くからママの本音が。キモい自己紹介お願いします。桜坂でお店をやってる、あの島ろをやっている友寄せたあかーです、よろしくお願いします。あかーさんね、はい、もうこの町の人気者っすよね。そうかな。でも僕も遊びに来るし、撮影する龍馬もね、はい、よく来るし、はい、ありがとうございます。なんかお店何年目なんですか。6年目。あ、まだ6年なんだ、うん、なんかもうめっちゃもう30年ぐらいやってるような年はよ、年は年はまあまあいってますか。6年なんすか、はい、すごい。じゃあマシュマロやる前って何やってたんすか。栄町で1年お店をやってて、はいはいはい、でその前はマックの店員。マック、僕もあ、だからマック好きなんだ。はい、分かった。毎日食べるよ、毎日、ね、家もマックの向かいだしね、うん、家行ってしまったでもどこ持ってるのって言ってね。でもタケさん、こんだけお客さんキャラ濃いじゃないですか。僕このテレビを見て、はい、新規の方が来たいなって多分思うんですよ。 OK ですか。 OK ですよ、もちろん、もちろん OK ですよ。 OK だけどこのキャラで大丈夫ですか。多分大丈夫、うん、大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。テレビの皆さん、はい、来てください。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。このダンスがもう届いてますから、ママを。あ、これ俺の、俺の、ねえ、社長だ。違う、やっぱり番組ね、俺の、番組予算落とす。俺の、おいおい、スポンサー探し、スポンサー、この提供はやっぱりステーキいやでも本当にいいお店ですね、うん、僕もちょいちょい来るじゃないですか。でマンさん、僕初めましてなんですけどマンさん濃いじゃないですか。その後に、あ、やっぱりの社長いるよって声かけたら、後ろからチャラチャ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 っていうカオスですよ。多分もしかしたら存在自体オールカットかもしれないです、うん、濃すぎてオールカット。チャービーはい、ヨメディ
に対してこれからあのアドバイスとかもらっていいですか。アドバイス、いやそのままでいいでしょ。そのままですか。そのままで。君は天才だよ。ありがとうございます。発想だよね。発想の出し方が、はい、ね、授業やるにあたってね、自分が出る授業もあるし、はい、授業だけ出てく授業とか、はい、自分の場合は自分が出ない授業やってる。あ、まあ、でも嫁にいる場合は自分を出しつつ授業もやるって、はいはい、あとあの絵の描き方とかね、スケッチブックに描いてるやつとか、あの発想ってどっから出てくるのかなと思って。あ、基本的に仕事に対して考えるときは、最初の1時間お酒飲んでますね。真面目やね、はい、で1時間お酒飲んでふわふわした状態で降りてくるんだね、はい、発想してるんで、で書かないと忘れるんですよ次の日。あ、だと思う、はい、だから毎日お酒飲んで発想してます。自分で書いたやつも忘れたりしない？忘れます。それはあるかもしれない。多分今日の会話も僕忘れてますよ。すいません、全部終わった。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。いやもう結構今遅い時間だけど、まだどっか行くの？いやまだ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 ですよ。だって、行く場所決まってない。決まってないんで、まあ、なんかテレビってなんかここ次アポ取ってますとかあるさ、うん、あ、ないです。ない、ない。え、ないです。だってね、ね、あるでしょ、D でしょ、D。 突撃とか言うさ、うん、突撃だけど 突撃する場所はこっちですとかあるさ、うん、多分ね、うん、ないですね。マジの突撃。いいね、このローカルの通り、うん、いいよね。なんか こういうとこ残していきたいですよ ね、 ね。この路地とかいいね、うん、じゃあこっちから抜けていきましょう。ここ、いいね、いいと言いましょう、ね、いいなんかありそう、いい、すげえ。めっちゃローカル。ちょっと僕が気になってきた。何これ金玉判断。どうすんだろうこれ。予約どうすんだろう。え、終わりました。気になるんだけど、金玉で何を判断するのかっていうのが占いみたいなことってことでしょ。ね、この付き方とか、あの上向きなのかな。だから、ね、本当に金玉見るんかな。サイズとか、ね、持つのかな。そういうこと。触ってみてね。あ、なんかエロい、なんかエロい、やっぱエロい、なんか。ああ、エロい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 。あ、そんなに離れてないよ。これくらい。実際はこれぐらいだからね。あ、じゃないんだ。あ、それ違うんだ。嫁入りが次どんな ね、はい、そうですね、ロケをするのか楽しみですね。ロケをするのか楽しみです。はい。今後も嫁 D がいろんな場所にロケにお邪魔していきます。来てほしいという方がいらっしゃいましたら、こちらまでご連絡ください。あの、ぜひあのこちらまでのところ、はい、こちらまで。勉強になります。もう一回じゃあ、このパターンももらっていいですか。お願いします。頑張る。こちらまでだけに。そうそう、こちらまで。今後も嫁 D がいろんな場所にロケにお邪魔します。ぜひこちらに来てほしいという方はこちらまでご連絡ください。あ、いいですね、これで。お願いします。こちらまで。で、川田さん、はい、また次週もなんですけれども、はい、また今回また深い話をもっともっと掘り下げて聞いていきますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあそれでは、はい、今日もありがとう。カッチー、はい、カッチー、ありがとう。これちょっとなるかな、あやのんの使ってくれるかな。どんなかな。事務所が OK だったら OK じゃない。OK です。 OK、 あ、 OK、 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 あ、事務所 OK、 あ、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。振ったのはカットさんですからね。やりなさいっていうね。沖縄マイライフ。次回はミノモンタさんにも俺らなんか可愛がってもらってて、大物ミノさんとの飲み会が一番の奇想天外だよね。死に間がテレビ見ながらタバコ吸って酒飲んで俺売れたやつ。お楽しみ。カッチ。